ふくらはぎ痩せしたい人は最後まで見てください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ふくらはぎを細くする鍛え方ということでですね、お話しさせてもらおうと思います。今回用意してもらうものは、タオルを用意してください。今回ふくらはぎを細くする方法なんですけど、ふくらはぎのですね、外側が張っている人におすすめな動画です。わー！今回は内側の話じゃなくて外側の話なので、外側が張ってね、ボコッと筋肉がついて硬くなっている感じの人は、最後までご視聴ください。で、まず足のふくらはぎの外側が張っている人によく多いのがですね、基本的には内ももの筋肉が弱い、そして指の筋肉が弱い、このどちらかが大体当てはまっています。で、まずですね、内ももが弱いとどうなるのかっていうところなんですけど、内ももが弱いと立っている重心が外側になってしまってですね、まあ、こういう感じで浮きはしないんですけど、足の指が外側重心になってしまって生活をしていると。そうすると、ふくらはぎの両端が主に使われますんで、そうなってくると、ふくらはぎの外側の皮腹筋が体重を支えるために大きくなってしまうという感じになります。あとは、足の指の力が弱い人。稀にですね、グーパーができない人います。そういった方は、足をついていてもちょっと指をね浮いてる感じになってしまってます。そうなると足の裏の重心っていうのが母指球のところよりも外側のね、中指から外側の方がバランスが取れやすいですから、普通は指をついて足の裏全体で立ってるんですけども、指が少し浮いちゃっている方はちょっと足の裏がね、外側に重心がいって、外側の皮腹筋の疲れが取れない。で、筋肉が大きくなってしまう。という風になります。で、今回はその指のね、力が弱い人のエクササイズとして、このタオルを使っていきます。これをですね、このように引いてもらって、ギュッとね、近づけていきます。ちょっとここマットがあるんで分かりにくいんですけど、こういう感じで、土踏まずにタオルをどんどん引き寄せてください。両足やっていきます。こういう感じで、どんどん土踏まずの中にタオルを引き寄せて、足のね、指を鍛えます。足の指のね、力が弱い人はですね、タオルがこういう感じで行ったり来たりでね、前に来ません。力がある人は、こういう感じで、ぐっぐっとね、引き寄せていけれるんですけど、弱い人はですね、タオルが、こういう感じで、来るんだけど戻る。来るけど戻る。みたいな感じで、タオルを引き寄せることがね、できません。で、今みたいに、タオルを寄せれない人っていうのは、足の指のね、力が弱いですから、足の指の力が弱いということは、ちゃんと足の指が床につかない。立っていても足の指が床についてないので、ちょっと上げた状態になってしまっているので、皮腹筋に常に緊張している状態になってしまって、外側の皮腹筋が大きくなって、まあ、結果的にふくらはぎが大きくなるという感じになります。で、稀にですね、外側の皮腹筋が大きくなりすぎて、内側の皮腹筋がちょっとね、内側にこうピュッとね、まあ、本来こうまっすぐなんですけど、ここが大きくなってくると、内側のふくらはぎがキュッとね、内側にもっときます。そうなると、本来縦長のふくらはぎが横長のふくらはぎになりますから、まあ、やっぱり正面とか後ろから見た場合に太く見えてしまうという感じになります。本来卵型の形してますから、まあ、こういう形をね、前とか後ろから見たらしてるんですけど、外側が張ってしまうとこうなる、大きくなりすぎると内側もこうなるっていう感じで、まん丸のねふくらはぎになってしまいます。そうなるともう本当に大根足っていうかね、ふくらはぎが大きなまん丸になってしまうんで、膝の上ぐらいのね太
太さとあんまり変わらないふくらはぎになってしまうという感じになります。まあ、ふくらはぎが太いかどうかっていうところはですね、基本的には、まあ、20センチ、30センチ、40センチという感じで、まあ、黄金比率は10センチずつ太ももの付け根に向けて太くなっていくっていう感じなんですけど、まれにですね、ふくらはぎが太い人っていうのは28センチ、30センチとか40センチとかね、ああいった感じになってしまいます。そういった方はもうふくらはぎがやはり重心とか指の力とか歩き方とか走りすぎとかふくらはぎ鍛えすぎとかね、あと指の力がなくってむくみやすいとかね、ああいった原因がありますんで、まあ、今回みたいにですね、足の指が弱いよっていう人は皮腹筋の外側がね大きくなっている話がもしかしたらこの今日のお話に当てはまっているかもしれません。もし指がね力はあるけどふくらはぎの外側が大きいよって方はもしかすると内ももが弱い原因があるかもしれません。そのどちらかでねふくらはぎの外側が疲れが取れない、筋肉が大きくなるっていう原因になりますんで、まあよかったらですね、自分の体を見直して太くなっている原因を突き止めて改善してもらえたらと思います。はい、今日はですね長々とお話ししましたけども、いや今回ねもう前回同様 iPhone11 から外部のマイクをつけて撮影してるんで、なんか画質がやっぱりねいいですね。で音もなんかねちょっと聞こえやすい感じがします。なのでまあ、タートルの滑舌の悪さがリアルに伝わってちょっと嫌なんですけども、まあ、聞きやすい音のね、こう拾い方をしている感じはしますんで、まあ、今回ね、もうビデオカメラの撮影をやめて iPhone からの撮影に入っていきますんで、まあ、徐々にね、料理動画とかね、あとはまあサブチャンネルの方で、まあ、エクササイズじゃない動画とかね、そういった動画も撮っていけたらと思っておりますんで、よかったら皆さん、サブチャンネルの方も登録しておいてもらえたらと思います。勉強になった方はねコメントやグッドボタン、あとはツイッターやってる方はもしよかったらシェアしてもらえると、まあ、皆さんのね少しでも参考になってもらえたらと思いますんで、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。